はもうこのリーグ優勝に大きく貢献した水沼選手、西村選手、長戸選手にお越しいただきました。改めてシャーレを目の前にして今どんなお気持ちですか？水沼選手からお願いします。今シーズンみんなと一緒に走ってきて、最後にみんなと笑うことができて本当に幸せだなと思います。西村選手いかがですか？はい、僕も本当に大好きな仲間たちとサポーターと一緒に喜びを分かち合えたことが本当に嬉しいです。長戸選手はいかがですか？いや本当横浜最高って感じですね。いやテンション的には最高じゃないですか。嬉しいです。ちょっと疲れてます。お三方ともリーグ優勝の経験っていうのは今回がね初めてだと思うんですが、あの瞬間っていうのはいかがでしたか？ベンチにいたので、最後残り2分くらいでもうちょっと涙出てきてしまってて、まあそれはなぜかっていうとピッチ上で最後の笛が鳴るまで、勝つために一生懸命戦ってる仲間、本当に心強いなと思ったのと、一緒にベンチで声を出している仲間もそうですし、あとはもう本当にあのゴール裏で、たくさんの声をかけてくださってる、一緒に戦ってくださってるファンサポーターの皆さんのなんか景色を、ベンチから見ていると本当にいつの間にか涙が出てたなと、そういう感じです。なのであの決まった瞬間がどういうみんなが表情してたとかどういう喜び方をしてたかっていうのが知らなくて、後から見返したらたくまどこにボール蹴ってんだそんな感じでした。正直あの蹴りボールへっとかちょうど来ちゃいましたボールに。 あれ終わったんだ。持ってめっちゃ走ってる。俺あの野球みたいにあの持って帰ろうかなって。優勝ボールをねいいのかなと思って。これでボール拾って芝生に拾うので。そしたら上蹴っちゃいました。長戸選手はあの瞬間いかがでした？ 3 対1になってこう残り10分15分ぐらいプレーには集中してたつもりですけど、いろんな感情がこう込み上げてくるような、でもやっぱり出てる選手ベンチの選手もまだ最後まで戦ってるんで、まあ、本当なんかよくわかんない感情ですけど、まあ、とにかく嬉しかったのだけは覚えてます、はい、水沼選手さすが得点演出家。試合振り返ってみて、あそういえば3点に絡んだなっていう感じで、もう試合中はその集中しすぎてどんな感じで点入ったっけぐらいの感じだったんで、終わってみてからこう、あ自分絡めてよかったなっていうふうに思いますし、まあ、でも僕が絡んだことがまあ嬉しかったですけど、とにかく3点取って勝つことができたっていうのは僕ららしさが全開だったんじゃないかなと思います。今日実はあの鳩さんも一緒にインタビュー、ね、する予定だったんですけど、ちょっと他のお仕事で来られないので、はい、VTR をちょっと、はい、今日鳩さんからもらってきてるので一緒にご覧いただいてもいいですか？はいはい、水沼選手、西村選手、長戸選手優勝おめでとうございます。やりましたね。今日は日産ホールの方でパブリックビューイング、してましたけども、皆さんのこう熱いプレーがビシビシと伝わってきました。日本一で今日コータに、先制点のところ、直接アシストにはつながらなかったんですけども、コータのクロスからゴールが決まっているので、その辺を詳しく聞きたいなと思います。コータよろしく。僕自身やっぱりフリーだったので、上げれるチャンスだったのと、中にまさかの勝がいたっていうところで、勝君あれ、うん、あのフォワードの選手じゃなくて勝がなんでそこにいるんだっていうところがあったんですけど、でもすごくいいタイミングで入ってきてくれたのが見えたので、勝が飛び込んでくれたことによってあのクリアも小さくなりましたし、それをエーベルがヘディングのループどれだけうまいんだよって、優しくね。まあでも直接ね、勝つ今年決めてないんで、ゴール決めさせたかったんですけどね。はい、ね、そういう優しい、ね、いやでも最初ちょっとオフサイドかなと、龍のとこからもらおうとして知ってて、オフサイドかなと思いつつやべえと思ってちょっと止まった感じになったと思う、はい、でも今日俺試合前にメンバー表見て長戸渡辺木田ゼロって並んでたんで安心しました。安心したんだ安心した。俺は1行くぞじゃなくて安心だったんだ。安心した、よかったと思って。
あのね、最初のゴールが取り消しになってしまった分、本当に大きな先制点でしたよね。そうですね。まあ、VR ちょっと長かったですけど、うん、VR 入っちゃったらもう僕らは何することもできないので、もうとにかく次のプレーにどれだけ集中できるかってところが大事だったので、それが終わった後にまた先制点を決めることができてよかったなと思います。本当に長かったですよね、 VAR。 長かった。あんなことあるんだね。確かに今年1ですね。今年1だね。ずっとジョギングしてたよね。いやもう木田選手が、ええ、もう俺たちブレないよみたいな掛け声をしてくれてたので、本当に走っちゃってました。なんでブレないよって言ってたから走ってた、別に繋がってないからね。いやもう次に切り替える、どんなあれになってもやるよみたいな、俺たちから乱さないよっていう声はめっちゃ印象に残ってます。あったね。そして西村選手も、ね、見事な決勝点となりました。あのシーンはいかがでしたか。コウタ君のフリーキックから目の前にこぼれてきただけだったんで、詰めるだけでした。最後しっかりと2桁、はい、到達しましたね。怪我した時に、まあ、ここだ言うんですけど、コウタ君が最後おいしいとこ持ってけよというラインをくれてて、お本当に実現になってよかったです。すごい、はい、そんな連絡を。まあそうですね、やっぱり怪我してる選手の気持ちっていうのは僕自身も分かってるつもりではあるので、相当悔しかったと思いますけど、でもやっぱり拓磨のゴールに対する執念っていうのは一緒に試合をやっている中で分かっていたところはあったので、もうとにかく最後いいとこ持っていけば、終わりよければ全てよしじゃないですけど、うん、っていうところがあったので、まあ、そういうメッセージを送ったっていうのをよく覚えてたなと思いました。すごい、あのゴールにそんなストーリーが。またすごく印象的だったのが、はい、試合後のインタビューの西村選手の男泣きっていうのはちょっと感動しましたよ。すごかったね。意外と結構ピュアなんですよ。でも逃げるよりね、出てちゃった。恥ずかしかったっす。あそこいたらもう号泣しちゃうんで。号泣、はい、でも確かに帰ってきた時の拓磨の顔見たらもう号泣してたんで。走りながら泣いて帰ってきたらね。こんなサッカー人生泣くことないですね。改めてあの涙っていうのはなんかどういう思いがあったんでしょうか。いや、思いというよりもなんか自然と出てきちゃって分かんなかったですね、自分でも。びっくりしました、はい、すごくいいシーンでした。あ、本当ですか、はい、そして後半17分のシーンで、あの長戸選手が深い位置までボール、あそこ最後残してボールつないで、最後水沼選手のシュートで終わるシーンだったんですが、あそこ正直ちょっと決めてほしかったなっていう気持ちがあったんじゃないですか。ロペスに出したつもりなんですけど、あいつなんか俺がオフサイドだと思ったらしくてプレーやめちゃったって言ってたんで、そうですね、あそこで決まってればちょっと僕もアシストできたのにっていう感じで申し訳ないです。そして今日の試合で西村選手が走行距離なんと 13.6m、 すごい、つなしてたの、はい、らしいですね。そんな感覚ないんでしょ、いつも。ああ、そうですね。感覚はなかった。そうですね。やることやってる感じで自然と距離だけ伸びてるんで、うん、やってる時はきついですけど、それがやっぱこのチームだと結果になるんで、ポジティブな苦しさですね。まあ、西村選手とはね、長戸選手は仙台時代にもね、共にプレーされてると思うんですが、はい、改めて長戸選手から見て西村選手ってどんな選手ですか。どんな選手。あ、選手。人じゃないです。人じゃない。人だったらね、変なこと言うしかない。でもやっぱり彼がこうロシア行く前にも2桁取ってたよね、うん、その時もやっぱワンタッチで結構決めるゴール多くて、うん、こうまあ、自分でこうドリブルで持っていくっていうのもできるんですけど、こうこぼれ球に反応するとかクロスの入り方がいい時にゴールを取ってたイメージなんで、まあ、今日のとかもまさにこういいところに入ってるのも彼らしいなっていうゴールだったと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうかしました。改めて今年はどんな1年だったのかなっていうふうに伺っていきたいんですけど、とにかく2022年このメンバーで最高の仲間と、こうやって頂点に立つことができたっていうのは本当に幸せだなと僕は思いますし、本当にみんなに感謝しています。めちゃくちゃ楽しかったですね。みんなと一丸となって目指すっていうのが本当に楽しいなって思います。長戸選手はいかがでしたか。
まあ、2人に言われちゃったんでまあ横浜こうマリノス来れて横浜最高って。いや最初の最後これでも最初カットかもしれないから分かんないかもしれない。大丈夫かな、使ってくれるから横浜最高いただきました、はい、横浜最高です。皆さんに今シーズンを表す漢字を書いていただきたいなと。もう西村選手早い。辛い。合ってます。辛い。辛い。辛い。え、本当ですか。辛いこれ。いいですよね。大丈夫。幸せね。幸せ。あ、まだ。これかな。なんかこれちょっと。では。一斉にお出しください、はい、ドン。笑う、幸せ、浜。もうじゃあちょっと水野選手から伺っていきますか、はい、はい、まあみんなで笑って終われた、もうそれに尽きるな今シーズンはっていうところですね。あとまあたくさん勝つこともできて、みんなで笑顔になる瞬間っていうのはたくさんできましたし、やっぱりみんなで笑顔になれるって幸せだなと思います。まさにですね、西村選手、はい、辛い、いや、シア合ってるっす、シア。いや本当にこのこの仲間と巡り合えたことと、このタイミングでみんなと一緒に戦えたことと、サポーターの人たちも含めて今までやってきた中で一番幸せです、はい、では最後、長戸選手、はい、浜、一体どういうことなんでしょうか。まあ、まず横浜マリノスっていうチームに出会えて、こうチームメイトだったりスタッフだったりサポーター、新しい出会いがあった場所ですし、まあ、浜のアリアということで、あー確かにね、浜をこの行くし、まあ、あとは横浜最高、はい、大好きです横浜。横浜最高な1年になりました、はい、本当に選手の皆さんに改めて感謝をお伝えしたいと思います。本当に優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。